すいません遅れました。揺れてる。こんばんは。こんばんは。これちょっと待って。iPad で配信してるんですけど、コメントをでっかくしたいな。メイク大人っぽい。確かに色味がメイクさんがしてくださったので、うん、かな。なんかいい感じやね。こんばんは。これは私服でございます。ごめんね、あのゆるゆる配信です。そうそう、今日はあ、そうですね。暖房ついてます？暑いです。いや直であった。今日は写真集のお渡し会イベントでございました。ありがとうございます。広島でのイベントでした。写真集のお渡し会というか写真集イベントは今日が最終日ということで、皆さんありがとうございました。こんばんは。でもまだショールームでもゲットできますし、あ、なるみさんが早速ゲットしてくださってる。ありがとうなるみさん。今はこれがついてくるので、そう、このメイクさんがね作ってくださったイヤリング、これ月がついてるんですか。めっちゃおしゃれじゃないですか。こんばんは。アドレナリン流れた。ショールームのいつ届くの。ショールームのねポストカードができ次第なのかな、うん、ですよね。もう1月2月のは届いてる。3月より前のやつは作ってる、うんうんうん、3月より3月のにショールームで予約してくださった方は結構後になるかもしれないです、届くのが。もうそれ以外は順次届くかな。そう、こんばんは。ということでちょっと
ストもしたかったんですよね。配信中って言うよ。聞いてよかったらね、届き待ち待っててください。こんばんは。4月からそうかも。すごくゆったり配信をしていきたいと思っておりますので、皆さんもゆったり。ぜひ。今日はありがとうございました。最後だからって緊張してましたね。え、なんか対面系のイベントが最後だよって言ってくださる方が多くて寂しいですね。あ、はい、飲みたいんですよね。でもどうしよう。はい、じゃあ、うん、他にこっち飲みたい。開けてもいいですか。いただきました。いちごあんに。ありがとう。ありがとうございます。来てくださって、シャツ検査するスキャンを購入させていただいたり、ショット写真、ツーショット写真ありがとう。背が低いし。でしょ、キルキル。ありがとう、東京ね。タピオカ。そう、でもこれはタピオカじゃないんよね。いちご杏仁。だって。美味しそう。いただきます。うん。うん。氷入ってます？入ってるか。うん、めっちゃ美味しい。45分ぐらいから話し始めましょう。ポストをしますね。ゆっくり配信は何時頃まで？9時頃まで配信します。私会イベント、マッカン大福さん、トイプルタワーありがとうございます。ありがとう。
どうしよう。今日の夜にお礼をさせていただきます。メモ、メモっときますね。ありがとうございます。こんばんは。この焼きまあまあかな。美味しいですよ。大阪へ帰ってきました。今から仕事に座ったら見ます。お仕事頑張ってください。コート暑かったねえ。なかなか暖かかったね。 X しました。テロップ見ると天体系の講師ねえ。大量のガチャガチャの横でイベントねえ、やりたかった。ガチャガチャ、皆さん写真集月の1見ていただけましたか。これもメイクさんがくださった。これはねご購入されたらしい。タイでね買ってね、あのお風呂に入っても錆びないやつらしい。あれも持ってる今日。ドロブさんとお揃いの、葵ちゃんとお揃いの、これですよね。そう、ここで武器になる。ありがとう。こんばんは。うさぎまだ届いてないんだね。先頭で買いに行くか迷って。ああ、そう、写真集の服でお渡し会をさせていただいて、今も着替えちゃったんですけど。そうなんですよ。ありがとうございました。ということで本日はちょっとだけ、なんて言ったらいいんですか、特別配信じゃないですけど、写真集の撮影の裏で、あのスタッフさんが撮ってくださってたフィルムカメラでのオフショット見たり、私が撮った写真を見たり、なんか写真集のお気に入りショットとか、いろんなことを話そう配信でございます。はい、今日ゲットした写真集でポストカード揃えたよね。おー、確かにポストカードもね5種類ありますので。そうなんだ、全部いいのよね。どれがいいだろう。私が撮った写真こんなにあるのって。こんなに撮ったっけ。ん、多分。でも猫とかが多いですか。うん、多分
猫、猫のやつないか。あ、あるわ。あるけど、猫途中めっちゃ画質悪くなってるかも。確かに。これ、これ私が撮った写真。これ写真集見てくださった方ならわかるかも。これ私が撮った写真が使われてるんでしたっけ最後って、うん、ですって。私が撮ったのが最後のページに載ってたりします。そう、いい陰影ですよね、影が。そうそうそう。で、まなべ島にいた猫さん、めっちゃ可愛かったんですよ。猫さんたちが、うん、本当にみんななんか人慣れしてて超可愛くない？この背中とか。この子私の推し変わりました。うん、秋田家城さん、カニスチックさん、ジュウさん、写真集ゲットありがとうございます。久我さんも写真集ゲットありがとうございます。そう、猫アレルギー大丈夫だった。意外とね、克服したんかな。大丈夫でしたね。これも猫さんね、超可愛くない？見て、てか私の撮り方が上手いんかな。めっちゃ可愛いんじゃけどね。可愛いよね。インスタに載せよう、猫スタグラム。うわ、可愛い。これはフィルムカメラで撮りました。ん、新井リアさん、写真集ゲットありがとう。え、これリア中なのかな。違いますよね、名前だけ。ありがとうございます。感じ違うか。そうか、そう、かわいいの。よいしょ。うん、しおさん、写真集ゲットありがとうございます。でもカッコ3期とか書いてる。どうなんだ、違う、いいじゃん。書きました。みちさん大好きです。これリアチ本人なのかな。本人です。え、リアチどれしてやんてって書いてるはず。あれ、やばいやばい。あ、ちょっと違うと思う。違う？え、分かんない。シティホテル時違うんだっけ？え、分かんない。リアチと名前って変えられるんだっけ？え、どうなんですかね。分かんない。本人なのかな。今度聞きに行きましょう。確かに。いや、私の口がついてる、なんかここに口のあれが。公式アカウントじゃないっぽい。メンバーにあげれるんでしたっけ。やっぱりなくて。そっか、買わなきゃ。これ猫、さっきの子ですね。横向いてる猫。私が撮った写真はね、フィルムで撮った写真、猫さんが多いんですよ。かわいい。なんかさ、なんかめちゃいい写真は、なんかインスタとかあります。投票でしたな。うんうん、投票じゃないけど。ああ、これ嘘。でも猫、猫はなんかみんな好きそうですよね。あれ、ここそれ推し猫。これ推し猫じゃない、この子ですね、推し猫。でもこの子もめっちゃ可愛かったね。この子多いんですよ、なんか、うん、ズドンとしてくれてたから、かわいいね。あとは
ご当地マンホール、私の趣味ですね、これ一つの。ご当地に行ったらマンホール取るのが趣味。そうかって書いてある、カブトガニ。あとこれは露天風呂ショットの時の、露天風呂にこう使ってパーッと上を見上げた時の目線、私の視点ショットです。こんな感じの空でした。なんかハワイみたいな木が生えてた。私の視点ショット、そうなんです。ね、でこれは浸かりながら撮った海、これもいいね、幻想的。海のキラキラがいいですね。これも海、海ショット多い。海、横海、立て海。本当になんかね、海に浸かっとんじゃないかっていうぐらい海が近くて、露天風呂がめちゃめちゃ良かったんですよね。景色もだし、開放感とか。こまりさん、写真集ゲットありがとうございます。ありがとう。でこれは3日目の夜ご飯の写真かな。あの真鍋島に泊まってた宿のご飯。あ、真央さん、真央さんお誕生日おめでとうございます。メンバーおめでとうございます。そう、めっちゃ美味しかった海鮮、豪華。お吸い物みたいなものにも一匹入ってましたね、丸ごと一匹入ってたりとか。とにかくお魚が何魚のさ、魚の魚の唇ツンツンしてました。どんな食感なんかなんて硬さなんだろうと思って、うん、パク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 させた口を、うん、新鮮な魚をいただいたりと。これは真鍋島に咲いてた花。めっちゃ花通ってる、綺麗だったんですよね。ね、綺麗ですよね。あの和室の近くに咲いてた花です。であとはこれね、あんま見えないんですけど、これマネージャーさんが撮ってくださったやつで、私はこのこれ担当で、あのキーホルダーが可愛かったんやけど映ってないですこれ2回撮ったってことですか、うん、1回撮れてないと思ったら撮れてた。本当だ、あ、本当だ、ちょっと違うとこれはこれ何島なんですかね。島の名前さっと行った島なんですよね、うん、結構30分ぐらい滞在時間いますかな。そう、なんかレトロで可愛かったから撮りました。ここ貝島かな、
向かい島向かい島かも。ここですよね。うん。なんか丸ごと、そうそうそう。向かい島だ。向かいですね。あ、本当だ。うん。いいします。数字の声が似合いますね。これは向かい島に向かう、向かってる時かな、帰る時に撮った船からの写真と船にあった丸ごサイダーのポスターの写真。全部フィルムカメラ、フィルム2個ぐらい分、2.5 かも。これ桟橋かな。B.U.T. さんの撮影で一回行ったあのキューちゃん焼肉屋さん、 B.L.T. さんではこの焼肉屋さんで私はあのラーメンを食べたんですけど、そのお店がまた見つけたので撮りました。めっちゃおすすめです、ここのラーメンめっちゃ美味しかったんですよ。あのメガネかけて食べてた時、今回は行かなかったですね、寒いから。ミルクティーを飲んだんですけど、これもなんかぼやけてますよね。いや、いい味。これもマネージャーさんが取りました。寒い撮影が多かったですね。で、尾道の駅かわいかった。なんか床に埋め込んであったから撮りました。ロータリーインターナショナル、あ、猫さん出てきた。またかわいい。影まで可愛い。本当にめちゃめちゃね、たくさん猫さんがいたんです。見てこの影、超可愛い。可愛い、綺麗。この影も可愛いんですよ、こっち側に。これ学べしもの猫です。
ゃめちゃいいシーンでした。猫スタグラムできるからたくさん猫ね、可愛いから撮りたくなって、小道とか撮りました。あとあのカフェがめちゃめちゃ可愛くて、これもぼやけてるな、こっちで見たら。でもこっちで見たらなんかちょっと鮮明に見える、逆に。このカフェのこのチーズケーキが美味しかったんですよ。タルト生地っていうかクッキーかビスケットみたいな下にあった気がする。あとなんていうんですかね、これってお手拭き、お手拭きをかっこよく言ったら何ですか、うん、手絞りじゃなくて何手絞り、何手絞りウエット手絞り、何だっけ、何だろうこれ、何だっけ、絶対正解送ってくれるよみんな。これに一つ一つ 手書きでこういうイラストが書いてあって可愛かったんですよ。これはもう全ての撮影が終わった後に食べたものですよね。そうそうそう、学び島で最後だったんですけど、撮影が全部が終わって、じゃあちょっとその宿泊してた施設の裏でも行ってみるみたいな言って、裏に行った時に猫がいて、このカフェもあってみたいな感じで、そう最後に食べたチーズケーキ、そうご褒美チーズケーキです。これ美味しかった。チーズケーキと紅茶かな、いただきました。そこでこれ人工的なのか分からんけど、人工的じゃないんですかねこれ、どうなんだろう。学び島にあった猫の足跡、とところどころにあったんですよね。このコースを通って行きました。サオトラ、学び島の景色、学び島って旅館の露天風呂の撮影したところ、そうか、結構ね学び島の写真多いんですよ。うん、中を見せない方がいいですよ、うん、ちょっとなんかとかだったら豪快。最後のこのページとかも学び島やし、これもそうだし、ありがとうございます。最後ら辺全部そうかも。この写真集のこのページは全部学び島で撮ったものです。4分の1ぐらい学び島、3分の1ぐらい、5分の2ぐらいか。そう多分ですね。すごいこんなにもページで見たら、これからここからずっと全部学べてもです。実はそう裏表紙もそう、これね
皆さんのお気に入りはどれでしょうか。白の短いトップスのあれいいですよね。私も好き。これは一番最初の撮影場所ですね。雪山。全然いいんですよ。ゆったり。これは私の好きな場所、オルガン座。めちゃめちゃおしゃれ。もう行ったよって言ってくださる方が今日いらっしゃって、すごい早い。ありがとう。ミラーボールあるんですよ、ここも。だからいっぱい写真撮ってる。腰でも撮ったりしたんですけど、ちょっと光りすぎてよくわからん。これがザ・ゲバントの近く。そう、めっちゃおしゃれ。何するところ。喫茶店なんです。カフェですよ。うん、友達が好きな場所。そうなの。いっぱい写真撮ったる。やばい。ここでも買っていいよね。ね、これは宇治の子かな。行ったことあります。オルガンのライブもあるんですね。やりたいな、私も。と、広島っぽって思って撮った写真。これはマネージャーさんが撮ってくださった。でこれは成功例。こっちもあります。いいいい味が素敵。誰が違うか初めて知ったんですね。こっち側にあまり来ることなかったから。そう、東の両の道マホルです。あとはこれはあの書道を書いた場所
場所ですね。ここも泊まれるんですか？できた気がする。うん、だった気がする。民泊なんて言ったらいいですかね、うん、古民家を借りて撮影をさせていただきました。そう、でもなんか屏風襖が月みたいでなんかぴったりだったのと、あとお家の中に防空壕があって入りました。すごい、なんか本当に世界が変わったっていうか、空気感が全然ガラッと変わる場所でしたね。でもなんか昔を感じたり、そう、貴重な体験をさせていただきました。歴史好きの方にもおすすめです。ではこの道、なんかねイルミネーションが可愛かったんですよ。写真集撮影 Vlog、ないかもね、撮っとけばよかった。もうバタバタでした。うん、街の景色っていう感じですね。私が撮った写真はこんな感じでございました。そして撮っていただいた写真を見せましょう。福ちゃん師匠、確かにあのお弁当の福ちゃんの似てるって確かに、タ、うん、タオル美味しそう、うん、なんて言うんだろう、タオル美味しそう。血が映ってないやつもあるんかもしれない、もしかしたら血が映ってないやつもありますかね。なんか浜の風景画みたいな、バイリースはあったんだけど、ちょっと、あ、そうなんね、うん、これはゲレンデしてほしい。寒そうな顔してる。写真集のために前髪を伸ばしてほしいって言われてて、私はめっちゃ伸ばしていったんですよ。が本当にその前後にあった公園とかももうグイーンって巻いて、前髪をここら辺まであった気がする、この当時。だからそう、これもね長い。そう、今日の衣装てか上着だけ今日の衣装ですね。ちょっと詰まってますね。その糸は何だと思う？で、なんか短すぎるようになったら嫌だなっていうのと、そのメイクさんが前髪切れるよっていうメイクさんだったので、そこで調節できるように余白はあった方がいいので、そう、前髪流して流してじゃない、伸ばしててって感じかな。こうパッツンでこんぐらいだったらそれ以上にできないから、アイドルってなっちゃうからかな。前がメルシンだったりして、その写真者でも、そうそうそう、雪に埋もれてる私ですね。めっちゃ遊んでる。ここ全部綺麗な雪だったのに、あのくぼみがない。
1、2ヶ月だったと思います、伸ばしてたのは。そう、今の曲はどのタイミングで書いたの、どのタイミングで。でも全部の撮影が終わって、じゃあ次の場所移動しましょうってなってから、もう一回書いて動画撮ってって感じでした。だから俺が見た、これ撮影順ですか。うん、うん、雪山の次にオルガンと行ったんですよね。うん、次撮影1日目の2つ目の場所がラーメンとか食べたんですけど、その雪山の休憩所みたいなところで、あの場所ごと変わったのは2カ所目がオルガン座でしたね。謎な、なんかフィルムが似合うな。スキースノボしてないです。もう雪山行ってラーメン食べて降りた。良いですね、オルガン座好きや。ここら辺インスタグラムに載せようかな。これ私が撮影してる時の写真。これってツイッターには載ってないかと。多分全部は載ってないですね。ミシュがその衣装気に入ってそうなのちょっと意外だった。形的になんか奇抜な服が好きというか、個性的な服が好きだから好きなんだと思う。形がなんかね、これはもう衣装はリメイクされてる衣装だったので、そう、そういうの好きなんですよ、リメイク作品とか。そう、これはねオルガン座のもう一個上の階になんかバーがあって、そこもで撮影しました。だからこれが3カット目やね、着た衣装の。オルガン座の上のバーはオルガン座じゃないんですかね。なんかありましたよね、国の名前だったかな、なんだったっけ。ケイトさん、写真集ゲットありがとうございます。これまだ1日目の写真やじゃけん、2階のバーも行けるのかな、行ってみてください。行ってたらちょっと夕方っぽい光やね。これ好きなんですよね、結構。この衣装の写真も好き、髪のルーズさがいいよね。3階はフランス座です。お、そうじゃそうじゃそうよ、ありがとうございます。これいい、お団子がいい、お団子が。このスカート苦中じゃないかな、ないと思う。かわいい、ひらひらが。このバットめっちゃいい。ねえ、でしょ。これいい。本当に作品って感じ。写真集買いました。ねえ、ケイトさんありがとうございます。
新潟の広島です。風を浴びながら私がダヴィンチならモナリザに君を選ぶすごいかっこいいセリフ。これもいいね。靴もね、シルバーの靴で可愛かったのよ。これ鏡見てる。横顔です。それは私インスタ載せたかも。円盤に見せた時にみんながいいって言ってたのこの衣装。そうです、この衣装ですね。これもね寒かったけど、これ1日目の最後の写真撮影の時だと思う。今日はこの衣装でしたね。中もあの紫のカーディガンで、紫のカーディガンに同じコート、あの雪山との時と同じコートを着てマフラー巻きました。これこれオレンジの、オレンジじゃない紫の。これは皆さんもね見たことある景色なんじゃない。ミルキー鉄道がここら辺にある、広島港の前ですね。そう、今日のコートの中にはこの衣装を着てました。帰る時に見てくださった方もいらっしゃるかもだけど、この揚げ餅もめっちゃ美味しいんですよ。撮影の合間に食べたのは雪山で売ってた揚げ餅なんですけど、それもめっちゃ美味しかった、STU の MV この駅めっちゃ行くイメージ。まあね、もう聖地し聖地ですよ。息をするところとかね、ここって感じのイメージある。めっちゃねえ、ちょっと自分4分。そうなんだ、美味しそう。また横顔出てきた。さらりと出すけど全部すごいね。ほんと？でも写真集の中身はもっとすごいですからこれコンポタージュ持ってるし、確かにこれでもう写真集できそうじゃん。もうねこれ載ってた、載ってましたね X に。これ最近、お
そのコンポタ探し求めてる。え、広島駅に、広島駅じゃない、広島港に寄っとって、うん、そこで買いました。私も寒かったっけ。これなんじゃろ、あそこに ST48 号がありましたって喋ってる時の写真な気がする。懐かしんでる顔だってったこれみんなが好きな写真。今日はこの格好でした。1日目終了の写真。で、1日目に食べに行ったお好み焼き屋さんと篠屋さんで、これはあの私服です。なんかビタミンサイダーみたいなの飲んだ気がする。元気が出る系のサイダーだった気がする。私が飲んだの。なんだったっけ、チオビタじゃなくて、チオビタ。この量はやばいデカビタデカビタみたいな、ドデカビみたいなデカビタサイダーみたいな、うん、名前もありましたっけ、デカビタ。あ、そうなんだ、でした、でした。ソフトドリンク、あの今その席座ってます。え、今行ってんの、すごい。じゃあ飲んでみてください。あの元気が出る系のドリンク、美味しかったんですよ。初めて行ったかもしれない、私は。豊島屋さんめっちゃ美味しかった。これはその帰り道な気がする。ベンチコートと私服、これも写真集に使われるなんて思わなかったショットです。あ、ちょっと巻き戻った。巻き戻りで雪山で食べたラーメンショットが出てきました。ラーメンショット、私服じゃない、あれは黒の、今のはねベンチコートですね。あのお借りしていた。で、今から2日目です。2日目の朝7時だったかな、ここホテルのスイートルームでの写真ですね。このねサテンの パジャマも特注っていうか作ってくださったらしい。欲しかったな。これはいやいやんだからパパって撮ろう。パパって見せよう。パパ。はい。これ好きなんですよ私。これ載せたっけ、インスタ載せてないっけ、見てみよう。載せてないか、載せようと思ってね撮ってるんですよ載せないよって感じやんな。そんな載せますね。これめっちゃ好き。髪型いい。このなんかこの薄い前髪でもいけるんやって思いましたね、個人的には。うん、乗せてほしいね。
塩も好き。確かにめっちゃある。アニメートです。確かにアニメートの私ね。見て初めて見た。本当完成された朝配信。私の今起きた。ここはまた別の旅館。そう、ここはまた別。ここはさっきのホテルのスイートルームのなんか別館っていうかコテージ、別のコテージがあってみたいな感じだった気がします。そう、離れ離れ、それそれ。うん、鮮やか系の写真は離れで撮りました。で、離れの近くにあったのが、プールですね。そう、なんかここで終わっちゃった。2日目で終わっちゃいましたわ。ちょっとカードです。うん、すいません、終わりました3日目と4日目が振り返れなかった眠たくなってきちゃった。こんな感じでございますいきなり終わっちゃった。楽しかった、本当。ちょっとずつ振り返りながら話していただきました。なんか2日目で終わりました。あ、そうごめん、うん、ちゃんと行くべきなかったおいしい。でもいいですよ朝ね、うん、SNS、 うん、むずいな。うーん、これですか。でもほぼ一番、両方好き。見開きで、うん、あ、こうかな。結構映った。Thank you.
なんか好きです。おかしくて。そうそう。ページが書いてないんですもんね。またのお越しをお待ちしておりますの裏側。いや水色の服着てるやつとオルガンザのやつはなんか両方、オルガンザとフランス座の写真は両方なんか好きですね。すべてが。あのプールに入ってる写真があるんですけど、あの私は受けなくて、あの金槌でビート板を2個使って浮いてたんですよ。でこれは絶対消すからみたいな、写真集にするときに消えるから大丈夫だからなんかいい感じに撮ってって言ったら、写真集できたら消えてなくてビート板が。でも気づいてらっしゃる方もいたけど、じっくり見ると分からんかもしれんけど、ちょっとダサポイント、知る人ぞ知るダサポイントです。これも私服だし、一日の終わりになんか談笑してる時の写真。ちょっとこれが一番好き。影も好き、この影。この光が良かったんですよ。全部いいんですけど、乗るの大変じゃなかったら。大変だった。なんか逆に背中がめっちゃ浮いちゃって、あのでもビート板が消えると思っとったけん、ビート板に乗ってないような浮き方に見せるのが難しくて、なんかこう首をこうやってさ後ろにやって、その
いかにも浮いてますみたいな感じで見せるために首のここの筋肉をめちゃめちゃ使ったんですよ。そう、それが一番大変だったかも、写真集で。なんか寒さよりも暑さよりも首への負担が一番大変、辛かったかな。うん、青いビートが普通に、そうなの普通に浮いてるんだと思ってましたね。そう見せようって頑張ってたのよ。そこがね、水中なのに首に負担が、そう受ければよかったんですけど、私がガトーショコラさん写真集ゲットありがとうございます。そうなの、写真集注文しましたね、ありがとう。ガトーショ見てください。今の技術使ったらロケなしで写真集作れそう。確かに前半でビート板消えたらそれも買わなきゃ、レアになりますねこれがするかな面白い、なくなってたらビート板はプールの時の写真ですね。そう、あとはいろんな雑誌の方が載せてくださって、これもね BLT グラフのあのセブンルート限定版ですけど、写真集のあのアザーカットが載ってますので、これもお気に入りあるんです、うん、なんでこの写真集にもらんかったんだろうっていう写真は多くないですか、他のあの媒体さんが載せてくださってるものに。全部いい、うん、うん、いい意味で、うん、ページ足りなかったね、うんに足りなかった。え、BLT はどれだろうな。一番。どれだろうな。これ結構好き。あ、やっぱりじゃあ。何ですか、うん、やっぱりやっぱりその衣装いい、ね、あーいいですよね、そう押す、うん、そして EX 大衆さん
うん、すごい。写真見ちゃう全部。ユーディーさん、あやみさん、かわいい。すごい。一回お会いしてタイプですって言いました。私はどこだ。もうおんちゃんいるよ。友達が乗ってた。時間旅行。うわいい写真。おお。おお、マイキューとサーヤンが私と並んでる。愛と感謝と汗のパワー。うーん、こりゃこりゃ皆さんゲットしなくては。
目読しちゃううん、うん、うん、あー時間が足りないわ。かわいいひなちゃんもすごいな。私はもう写真オンリーなんですけど、これは好き、見てみてください。いやいいな、雑誌の写真は雑誌社さんが選んだの。そう、私は何も知らなかった。今見て、おお、これなのか、いいなって思いました。テロップと違う話なら確かに。まあまあ一貫ですから、写真集の。今後雑誌やグラビアのオファー来たら出るの。いやどうですかね、その予定はないかもしれない。今はどうですかね。こんにちは。終わりました。ラーメン食べてなかった。ありがとう、見てくれて。リム2があればって書いてある。そうですね、こういろんなお洋服を着るのはそんなにないかも。いろんな媒体さんに取材もしていただいていますし、雑誌もね出させていただいてるので、ぜひ見てみてください。今日直接言えなかったけど、これからの道も楽しみに。ありがとう、見てください。写真集月の1 ありがとうね。また皆さんの好きなカットとかも教えてください。あ、そうね、やりたい。それでは配信見てください。ありがとうございました。またまたあのショールーム、今のショールーム配信、3月中はこのショールームのこのカートから写真集をゲットしていただくと、このポストカードがついてきますので、皆さんぜひゲットしてみてください。それでは壇上を読みます。13位アモズさん、12位ゴンジーさん、11位エムケンさん、10位 BPM188 さん、9位ジャストミトさん、8位ムームーさん、7位翼だようさん、6位ブルーさん、5位安高さん、4位昔からおじいさん、3位黒助さん、2位翔さん、そして1位はじゃじゃん、なっかん大福さんでした。ありがとうございます、ありがとう。
今日はお渡し会 in 広島でございました。写真集イベント、お渡し会東京とオンラインと広島もありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。あ、昔からおじいさん写真集ゲットありがとう。